続いては〇〇な二人の関係を検証するこのコーナー、うん、好きなとこ嫌いなとこイエーイ。はい、お二人にはですね事前にアンケートをいただいております、はい、まずゆいりさんが思うあやなんちゃんの好きなところ、うん、3つ発表します、うんうん、楽しみ。気を使わなくて安心する、はい、美容院やご飯屋さんとかの予約を取ってくれる3つ目、分かりやすいところ、まず気を使わない。そうですね、なんかがレッスン帰りとかでさ、うん、メンバーと一緒になって電車乗ることとかあると、うん、緊張しちゃうの、後輩でも先輩でも、確かに、まあ、同期でもちょっと緊張するときあるんだけど、あやなんはいい意味で何も感じなくて、何も感じない、本当にいい意味で褒めてますよね。そう、はい、なんか緊張しすぎると息吸うタイミングまで考えることあるんだけど、すごい緊張しいですね。そう、めっちゃ考えるんだね。なんか本当に自然と息ができるぐらい気を使わないで、うん、嬉しい、喋れるから、めっちゃ嬉しい。それ久しぶりに会うとすごい嬉しい、嬉しい、はい、同期ならではですね。嬉しい。じゃあ2つ目、美容院とかご飯屋さんの予約取ってくれる、めっちゃいい人ですね。めっちゃいい人です、ありがとうございます。そう、なんかいつもなんかでも前は美容院行きたい時とか、うん、なんか美容院行きたいんだけどってまず私に言ってくるんだけど、なんか気づいたら、うん、その同じ美容院に行ってる時に、うん、あ、この間ゆうりちゃん来たよみたいな、あ、私に言ってないなって思ったら、あ、なんかなおちゃんと2人で来たみたいな、あ、私いらなくなったんだよといらなくなったそうなんですねみたいな、初回だけ巣立っていきました。いや、それはちょっとひどいかもね。いや、なんか違う、予定が全然合わなくて、あ、確かに確かに、違うチームになってから、確かに、で巣立っていかれました。まあそう、巣立ったって巣立ちました、はい、大人になった、大人になりました。じゃあ3つ目、分かりやすいところ、これは全部分かると思うんだけど、あやなんて本当に全部顔に出てわかります、確かに、そう、顔に書いてあるもんね、ほんまに書いてありますなんか本当に嫌なことがあった時は、うん、はぁみたいな感じだし、うん、嬉しいことがあったらもうここら辺がずっとなんかニヤニヤしてたり、めっちゃ歯多いですよねその時めっちゃ歯多い、めっちゃ多いですよ、確かに今日めっちゃ歯多いかもしれないめっちゃ多いです今日、そう、めっちゃ歯多いなんか分かりやすいから気を使わなくてやっぱ済むし、距離感が取りやすいから、確かに、うん、確かに接しやすくて好きです。うん、出ちゃうんですよね、顔に全部、ね、なんかもっとなんかミステリアスな雰囲気まといたいんですけど、出ちゃうんですね、全部1分刻みで分かります何考えてるかすごい ね、 ね、やばいね。そう、そのところも好きです、まあ、でいいところですよね、嬉しいです。じゃあ次、あやなんちゃんが思うゆいりさんの好きなところは、うん、ストイックなところ、うん、ご飯をおごってくれる、はい、酔うとふにゃっとするギャップ、はい、なんですけど、まずストイックなところ。ストイックだってもう本当にかっこいいなって思います。ソロコンサートも見に行ったってか、うん、出たのが、出てくれたね、ゆうなん校も見たし、うん、なんか普段のレッスンからもそうですけど、うん、本当にかっこいい全部が歌もダンスも、レッスンに関してはちょっと見習ってほしいんですよ本当に。あのね、ね、最近あの岡田奈々ちゃんにマジで説教されてて、されたそれを近くで見てて、なんかもう私なんか10年目の先輩が後輩に怒られてるみたいな。そっか、奈々さん後輩、そう、しかもなんか笑いありとかじゃなくて真剣に怒られてて、怒られてちゃんとしてくださいみたいな。そう、しっかりしてください、なんかちゃんとかっこいい背中見せてくださいみたいなごめんなさい、すいません本当に。それは本当に、はい、まあ、そこがあやなの良さで出ることもあるけど、あの日は本当に反省した。いや、割と可愛い本当になった、ね、なりました。だから見習います、あ、ストイックなところ、はい、ぜひ見習ってください、はい、すいません、なあちゃん、はい、続いて、ご飯をおごってくれる。そう、最近なんかそのレッスンの合間とかにご飯行ったりするんですけど、おご、うん、ってくれるんですよ。確かに違うの、やっぱね、私がせっかちっていうのもあって支度がすごい早く終わっちゃった、うん、あやなんが立ち上がるまでになんかもう帰る雰囲気出しちゃうからさ店員さんがもういるわけレジに先に行くとさ、自動的に私がお財布を出す羽目になるわけじゃん。確かに同期ですよね、しかも同期、同期、同期です。で、まあ、いつも綺麗に割り勘できない額とかがあってめんどくさいから、じゃあ次怒ってねっていうのが今2回続いてて、うわ、ね、そうね、いいんですかって言ってごちそうさまですってなって、怒られ上手本当にごちそうさまですって言ってる、うん、はい、
今度おごってもらう。確かに、うん、なんかあれですよね、私がゆいりさんとご飯行った時にゆいりさんゴチですみたいなツイートした時にゴチです。次の日すごいですね、めっちゃ。いや、ありがとう。後輩におごるのはさ、おごるよね、後輩だから。え、後輩だったらおごる。あ、もちあやなちゃんにおごってもらったことあります。そうだ、そうだっけ。パスタ、あ、そうだ、あのパスタ屋さん。取りました。その感じで私にもぜひ、はい、ゆいりちゃんごちそうさまです。いや、違う違う、かっこよく、ごちです。え、違う、ゆいりごちです。違う、ごちです。ダメダメダメですか。ダメです。じゃあ次、あのお互い、あの、ね、ゆいりさんと行った時は払いましょう。確かに、そうしよう。じゃあ3つ目、酔うとふにゃっとするギャップ。はい、ふにゃっとするんですか。ふにゃっとしてるよね。わかんない、ふにゃっとしてる気がする。なんか同期で前に、うん、なんかご飯行ってちょっとだしなむくらい飲んだ時に、うん、なんかふにゃってしてて、ってなるの。そうなんだね。かわいいなってめっちゃ思う。え、いつの話してる。え、いつの話。でも全部全部二十歳過ぎてからそんなに一緒に飲む機会全然なくて。そう、そうじゃない、大人になってからの方が多い。なんか確かに、ほんとここ最近の方が多い気がする。確かに確かに、ここ最近の話もしてる今。あ、ほんと。うん、うん、でもなんか日によってほんと酔い方違うから。私はなんかあやなんたちとかといる時は割と楽しく過ごせてる。うん、あ、そうなんだ、うん、確かに楽しそうだもん。ヘラヘラしてるよね。ヘラヘラ、なんか私が誕生日の日かなんかの時に、うん、なんか奈々さんと2人でなんか酔っ払ってる中で、うん、なんか2人動画送ってきて、なんか、つーちゃんおめでとうみたいな。何これみたいな。嘘、覚えてない。メッセージ楽しみに待ってたのに。2人は一緒に飲んだことないの。ない、まだないよね。まだない。奈々さんは1回くらいあるんですけど、そう、2人の酔った動画が送られてきてめっちゃ面白かったです。そうね、かわいい。かわいいです。かわいい、本当かわいい。ありがとうございます。皆さんにはあまり見せられないんですけど。確かに、メンバーの特権ですね。はい、あ、指ハート送られてきてます。 ありがとうございます。お返しします。お返しします。ひどい。じゃあ次、逆に嫌いなところ一つずつ、ゆいりさんが思うあやなんちゃんの嫌いなところは、うんうん、分刻みの仕事の時にギリギリ行動が多くてヒヤヒヤする。ということなんですけど、本当にありますか、エピソードとか。あのね、劇場公演とか、うん、まあ、それこそ最近10周年記念特別公演とかもそうだったんですけど、うん、早替えとかあるじゃん。はい、じゃあ MC 何分以内にとか、うん、開演時間までに、まあ、メイクエンジンとかあるんですけど、うん、本当に、まあ、あやなんだけじゃないんだけど、うん、本当にね、ヒヤヒヤするのこっちが。しかも焦ってないからさ、本人は。間に合うさ、うん、みたいな。大丈夫だよ。本番までに間に合えばいい。確かに。って思っちゃうって。そうですね。どう、大丈夫だよって言うと怒られる。だって公演のほんまになんか5分10分前のエンジンの時でまだ衣装着てないですもん。本当。ダメだよ。ちゃんとしてダメだよ。だから昔は同じチームだった時、うん、ホテルとかが一緒で、うん、集合時間に私は20分前に出るみたいな、うんうんうん、だからエレベーターが来るかも分かんないじゃん、ホテルだし。確かに。でマヤナはもう全然準備できてないから私が先に出て、まあ行くからねって言って別行動してたよね。覚えてる。ね、覚えてる。そう、真反対ですね、お二人性格真反対だよね。ね、なんで仲良くできるんだろう、不思議だね。すごい。確かに、ね、なんだろうね。確かに。しかもどっちにも引っ張られてないですよね。なんかもう確かに、ちゃんと頑固。なんだろうね、不思議。不思議だね。不思議ですね、うん、それも良さです、お二人の、うん、じゃあ続いて、あやなんちゃんが思うゆいりさんの嫌いなところは、はい、私のことをなあちゃんと呼び間違えてるところ。これさ、さっき見たでしょ、ずんちゃん。見ました、さっきの楽屋でも。あ、なあちゃんそれ持ってかないの。そう、超ナチュラルに間違えるから。いや、私初めてなの、あやなんだけなの。他のメンバーに言うなら本当に病気だなって思うけど、あやなんだけなんかいよね、なあちゃんって。なんでなの。なんで自称なあちゃんなんだと思う。どういうこと。本当はなあちゃんなの。自称なあちゃん、本当はなあちゃんなの。私3回、いやもう5回ぐらい間違えてるよね。え、もっとよ、もっと。あ、もっと、うん、だって逆はないの、なあちゃんにあやなんていうことはないわけよ。
何なんか変わりみたいになってる。何なんだろうね、自分でも怖いなって思うもん。ナチュラルでしたね、さっきほんまに。めっちゃナチュラルに。なんか息をなんか吐くかのように。そう、わかる。息を吐くかのように呼び間違えられます。ね、不思議だよね。これも怖い、怖い話。はい。そう、嫌ですよね、でも。嫌いです。嫌いって。嫌い。言われてますよ。なんか多分一回あやののことなんかなんなんとかなんなんとか、なから始まるからなのかなとも思うけど。あ、なるほどね、うん、ごめんなさい間違わないようにしてください。はい、はい、お願いします。気をつけてください、はい、あやのあちゃんって呼ばれてますよなるほどね、それで間違えちゃうってこと。あやのあちゃん、あやのあちゃん一緒になってるはい、ひどいねってきてます。いや、そうね、ひどいよね。でも私もこの前、くるみちゃんのことかおりちゃんって言いました。あ、やっぱあるよね、うん、ないけど私はかおりちゃんって言っちゃいます。うん、どのメンバーにも。あ、誰にでもなんだ、うん、かおりちゃんみんなかおりちゃんみんなかおりちゃんすごい、みんなかおりちゃん、みんなかおりちゃんに見えちゃう。かおりちゃんいっぱいいる。ちょっと私も気をつけます。気をつけます。はい、皆さんもコメントありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上、好きなとこ、嫌いなとこでした。イエイ。